勝山市立高度小学校は福井県勝山市高度町に所在する公立小学校。2014年からユネスコスクール加盟校。苗金ナスやサツマイモを栽培して学校給食に利用しているほか、地域の伝統である炭焼き体験を長く実施している。2020年9月時点で全校児童は99人。 高度町ふるさとづくり推進協議会により4年生の炭焼き体験が企画され、2006年から継続して行っている。炭焼き体験は原木割り構えでならの植林の三工程を体験でき、3グループに分かれた児童が順番に体験する仕組みとなっている。植林する原木は事前に児童一人一人に一本ずつ手渡され、炭焼き体験まで学校で育てている。 また、高度地区活山公応援ネットワークの事業の一環として、5年生の児童が刺し目から収穫まで、サツマイモの栽培を行い、秋に収穫して、学校給食で食べるという活動も実施している。2020年度は、農作物の流通の学習も兼ねて、給食の代わりに販売体験が行われた。 高度小学校では、サツマイモの他に妙金ナスも栽培されており、地元農家から苗を譲り受けた5年生が世話をしている。夏に収穫された妙金ナスは、マーボーナスやスパゲティなど、戦術のサツマイモと同様に給食の材料に利用される。2017年からは、土っ子ふるさと運動会と称し、地域学習の成果を生かした運動会を開催している。例としては、 大玉転がしの最中に炭焼きの炭を模した黒塗りの段ボールを積み上げる、病気なすに見立てたボールを箱に投げ入れるなどの要素がある。この行事は地区の野菜などの PR も兼ねている。2020年からアートマイル国際共同学習プロジェクトの一環として2019年に発生した新型コロナウイルス感染症について6年生が 台湾の小学校とオンラインで交流学習を行った。学習の成果として共同でコロナウイルス感染症とその対策をテーマとした壁画を卒業制作として制作し、またパートナー校である台北市立ホタル橋国民小学の児童へのメッセージも制作した。ありがとうございます。